おはようございます、はい、おはようございます。ございます。今日はですね、通信講座生にのレッスンを担当していただく加藤さとみ先生をお招きしてお話をお伺いしたいなと思っております。ではでは早速ですが、さとみ先生、軽く自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、山梨県で、酒種酵母とイーストを使った米粉パン教室を、行ってます加藤さとみと言います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。富先生ね、今自己紹介にもありましたが、山梨の方で魚での米粉パン教室をされているということですが、はい、どんな方のためのどんな教室されているか、もう少しだけ詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私が今やってる講座では、私が50以上という年齢がありまして、近い方だいたい50代40代60代の方がメインで来られている教室なんですけれども、やはりこの年代の悩みというのが健康なこと、あと美容のことっていうのがあるので、そういう方々に、米粉の生活、あとはそれに付随した麹の生活っていうのをお伝えして、健康になっていただき、で綺麗になっていただいて、10年後も、もう20年後もさらなりね、綺麗になっていただきたいなというコンセプトで、でレッスンの方を進めさせていただいております。ございます。もうね、とっても思いが強くて、さとみ先生がねアトリアルで資格取ってくださったのってもう3年以上前。あ、そんな、そうです、もう3年経ちましたかね。で今回ね、通信講座生のレッスンを担当してほしいなって思った思いはね、見てても本当に皆さんのこと気にかけてくれてるなとか、インスタのね皆さんとのつながりとか見てても感じたので、うん、ぜひ思いの強い、人思いのさとみ先生にお願いさせていただきました。ね、もう教室歴は本当にすごく長かったりするんですけども、さとみ先生ね、それこそうちに来てくださってた時はうちを受ける前は小麦の先生、はい、でうち受けてくださってからもう米粉パン専門魚が学生されてますけども、実際に米粉パン教室やっててよかったなって思う点等々あれば教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、私は米粉パンを知ったきっかけというのが、自分の息子がアレルギーになったので、でどうしてもパンを食べさせてあげたいということで米粉パンを作るきっかけになって、そこから、米粉パン1本に絞っていこうということで今こういう活動をしているんですけれども、もちろん米粉パンのグルテンフリーといった面でね、米粉パンというのは欠かせないものだとは思うんですけれども、それだけではなくって、先ほども言いましたけれども、麹調味料から来る腸活、あとアンチエイジングね、そういうことがいろいろとこうついてきてるということで、米粉パンからいろんなところに広がっていって、うち自体の食卓がすごく豊かになった。で私もちょっとせっかちでめんどくさいが口癖だったんですけれども、めんどくさい私が、続けていけるその楽さ、っていうのもすごくいいところだと思っております。やっぱり続けていかないと効果といったことはね出てこないので、楽しくないと続けていけないというので、私はやっぱり楽しいものなんだよっていうのをちょっとお伝えしていて、もう一人のね本当に少しの人でもいいんですけども、皆さんが続けていけるようなレッスンをちょっとしていきたいなといつも心向けております。ね、やっぱり米粉パン教室に来てくださる方って、ね、思いがあって何位に来てくださってるかなと思うんですが、実際に対面で米粉パン教室をされてて、ね、対面での米粉パン教室が主かなと思うんですが、良さとかあったら教えてもらってもよいですか。東京とか大きな都市では米粉パン屋さんとかってやっぱりちょっと増えてきてるとは思うんですけれども、やはり山梨でも昔よりは買えるところはあるんですが、どうしてもやっぱりまだ食べたことがないとかっていう方がいらっしゃるので、その米粉パンを食べれるっていうのが一ちょっとそれはうちの一番の推しというか、美味しい米粉パン食べていただけますよ、どうぞ来てくださいっていう感じ でそれがちょっと対面レッスンのメリットかなと思うのと、あと、オンラインにはオンラインの良さがあると思うんですけれども、対面レッスンだと直接生徒様とお話をしていろんなこう悩みなど聞けたりとか、あと一緒に受けてくださる方のパンも直接見れたり、私も直接指導ができたりとかっていうのがあって、来てくださる生徒様も対面じゃないと嫌っていう方しか来られないぐらいなので、やっぱり
直接触れ合えるっていうのがすごくメリットだと思っております。私もリアルの良さは痛感してたりするんですが、ね、基本的にはアトリアールではオンラインのやり方とかオンラインでしか教えてなかったりするので、もうねずっと対面レッスンをされてるさとみ先生にやり方とか、うん、いろいろ学んでいただけたらなって思っております。最後に通信講座生に、ね、でこれからレッスン担当していただきますので意気込みとかあれば、ね、最後一言お願いできますでしょうか。はい、そうですね、私は3年ぐらい、コミコパン作ってるんですけれども、私やっぱり得意としているところが自分で持っているのは成形パンすごく大好きっていうことで、何でもかんでもちょっと成形パンにしてしまいたくなるんですけれども、やっぱりどうしても米粉パンとの小麦パンと違った注意点、季節によってちょっと表情が変わったりとかっていう扱いも難しくなったりとかするので、その扱い方のポイントとか、あと成形どうやったら綺麗に見えるか、やっぱり美味しいいい香りっていうのはやっぱりね食欲をそそられると思うんですけども、私最終的にやっぱり選ばれるのは見た目だと思っているはい、なのでその見た目も綺麗にできるようなちょっとポイントっていうのを普段対面レッスンでもお伝えしているようなことが、ちょっと私もねいっぱいいっぱいになってどこまでお話しできるかわからないですけれども、私がちょっとできることは全てちょっとお伝えできたらいいなと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。通信生にはそれこそね動画で全てお伝えさせていただいているつもりなんですが、やっぱりねリアルタイムで受けるレッスンはまた違ったものがあると思いますので、里見先生から皆さんしっかり学んでいただけたらと思っております。本日はねこのインタビューに答えていただき里見先生ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。